どうもマグロです。今日はまあ年明けたということでね、なんか昨日一昨日でずっとショーと一緒にいたわけよね。その時になんかいろいろせかされるからちょっとムカつくんだよねってことで、今回はショーがなんか昨日前鉢作ってて、作りたてでほやほやのね新鮮な前鉢があるんで、それを天ぷらにしちゃおうと思います。はい、ということでキッチンに移動してきました。まあこれがマグロ系キッチン、マグロ味キッチン。使っていくのこちら、まずは薄力粉、明らかファミマで買ったような卵、この後は水はだいたい 150cc ぐらいかな。ダブルスローク、そういった水を適当に加えてでいいんじゃないかな、ダマにならないように。そして僕は黙らないよ。ちょっとね、部屋汚いけど、ほら、こんなとこにショーの帽子があるじゃねえか。ってことはこれショーの荷物だな。どれだろう、これか。あ、これも天ぷらしたら面白そうだな。あ、これだね。なんか作りたてっぽいな。バチもグリップも一重しかしてないしな。あげましょう。ちょっと今グリップが邪魔だ。ちょっと下処理もしなきゃね。昨日頑張って巻いてたのに残念だったね。剥がすのが大変だね、この食材。今回の食材はこちら。美味しそうだね。まずはどんなもんかわからないから試しにね、これで揚げていこうと思います。そして記憶だけど、天ぷらっぽくするにはこうするはず。ちょっと鍋の中に映らないのが残念だね。ちょっと見づらいね、ギリギリまで攻めカメラ見える。ああ、いい匂いだわ。こんな感じです。ちょっとね、下手ですね。これ難しそうだから、こうやってかけながら、かけながらやっていきましょう。お、今ちょっと今天ぷら揚げてんの。ちょっとまだ熱いよ。できたらよ。昼天ぷらちょっと重いかもしれないけど、まあうまいからね。早く寝といて。鈍いな。ということで完成品はこちら。マイバチの天ぷらね。あらやだ、美味しそう。ということで、そろそろショーを起こしに行こうと思います。おはようございます。おはよう。できたよ天ぷら、さっきの。え、もうできたの？できた、できた。おはようでしょ。早く、ちょ、揚げたてだからさ。これが寝起きのショーです。いや、起きてたよ、携帯してた。あ、本当に。ちょっと自己紹介して。今、うん、ちょっと前8月うまいな。そうです。どこにあるの？あ、あっちのもうそっちに置いてある。いいよ。え？どうした？木だよね。木だな。いやいや、食材食材。もう俺もマイバチの匂いじゃん。あ、何だと思う？何の食材だと思う？マイバチ？てか俺が作っ、え？俺が作ったやつじゃん昨日。何が？何がじゃん。俺作ったやつだよこれ。うん、そうだよ。なんかベヒブっていい匂いするじゃん。言っちゃったわ。ベヒバ。本当だよ。しかもベヒバでしか作んないもんな。いや俺昨日作ったばっかだよこれ、レンダバチ。でも美味しそうでしょ。まあ食べてみなよ。これ魔改造してあるから、こう先端見て。魔改造じゃねえだろこれ。あとグリップもちゃんと巻いてあるから。いやこれ天ぷらだろ。早速やべえことやり始めた。使えんのこれ。でまず食ってみてからなんか感想言ってほしいわ。結構うめえな。それは良かったわ。いや、うまいんだけど。本当に？うん。じゃあ真ん中とかもいいんじゃない？いい感じに揚げてあるわ、真ん中。真ん中木だわ。塩欲しいな、これ。あ、塩？ちょっと待って、うん、ちょっとカメラ持ってて。ってことで、塩。塩かけたら結構うまいと思う。本当に？うん。振ってみる。うん。まあまあうまい。本当に？良かったわ。いや、そういう問題じゃないんだけど、何やってんの？美味しいでしょ。ならよくない？美味しいなら。
せっかくだしね。いや、前鉢じゃなくてよくね。食材探してたらこれが今目に留まったからこれにしたんだけどね。今度前鉢返せよ、新品のやつ。いいよ、まあ、なれへんよ。また天ぷらにして返そう。なんで美味しいから。まあでもこれ使えるよ、多分天ぷらなんか。あ、本当に、うん、先端もどうよ。先端一番いいと思う、綺麗だと。あ、うまいうまい。でしょ。あ、うまいな、普通に。あ、うまいうまい、普通にうまいんだよ。うん、でしょ、揚げたてうまいべ。うん、でこれ洗ったの、手元バチ洗ったの。洗ってない、汚い。自分が作った場所の中綺麗だ。いや、前鉢だってまあ、綺麗か。綺麗で、安いでも削ってあったしよ。じゃあいいか。じゃあもうこれはこれでいいわ。これは俺がもらうわ。あ、ほんとに。うん、でそれあげるから俺に1本ちょうだい、バチ。あげてんじゃん。うん、うまいこと言ったな。